知床観光船ですが、ようやくね、引き揚げが行われまして、網走港に運ばれということでね、あとはね、事故原因の究明が待たれるわけなんですが、はい、ついにこれ、国交省の方針ね、関連の海では救命具を義務化すると、まあ、これ、辛坊治郎さんがですね、おっしゃってたことですけども、実現します。いや、というか、本当にこれはですね、こうやってたくさんの人が亡くなってみて、初めて、ね、寒冷の海で救命具を、ね、義務化ということですけども、遅いよね。じゃ何のための、ね、救命胴衣なんですか？いざ、ね、沈んだ時に助かるための救命胴衣ですよね。ところが、寒い海では、救命胴衣では命助からないって分かってるわけじゃないですか。いつから分かってるって、それはタイタニックの時から分かってるわけですよ。タイタニックで生き残った人は、救命ボートに乗れた人です。タイタニックで死んでしまった方というのは乗れなかった人ですよね。もう何年前なんだって話ですよね。はい。だから、ねえ、だって、何のための救命胴衣ですか？今日、救命胴衣で飛び込んだって、生き残れないんだったら、それで OK っていうのはおかしいじゃないですか。だからね、この日本全国一律っていうのがおかしかったわけで、もう海入ったら命ないってほとんど分かってるのにですね、なぜ救命いかだを義務付けなかったのかと。これは、ね、もちろんね、船長が悪いし、社長が悪いんですけども、国交省が、だって安全基準とか見てね、免許を与えて、ね、もしね、こういうことがあっても、こういうふうにして、みたいな形で、人々の命をね、守るようにいろいろとチェックしてたわけじゃないですか。いくらね、基準作って、免許を交付して、監督してても、いかだなくていいっていう時点で、もう事故ったら、全員もう死ぬでしょっていう話じゃないですか。そんなんでね、事業者の免許をどうのとか、全然意味ないだろうって話ですよね。なので、もちろん船長が悪いですよ。社長も悪いんです。でも国交省も悪いと思いますよ。で、こうやってね、二十何人、まだ全員亡くなったと決まってるわけじゃないですけども、行方不明者入れて二十何人ですよね。これだけの方が亡くなって、ようやく慌ててね、こういうことを決めるっていうのはどういうことなのかなと。ですから、なんていうのかな、何のための監督なんですかね。省庁がなぜ監督するんですか。それは人命を守るためですよね。本当に人命を守るっていう観点があったならば、誰かが気づいてますよね。ですから、これは本当に国交省、国交省の責任は重たいと思いますよ、これは。まあ、ちょっと読みましょう。北海道知床沖の観光船沈没事故を受け、国交省は寒冷地で運航する船舶に備える救命器具を強化する方針を固めた。水温の低い海中に落ちずに、海上で救助を待つことが可能な救命いかだなどの搭載を義務付ける。事故の教訓を生かし、気象や海域など、地域の実情に合わせた備えを急ぐ。同省は27日、安全対策を協議している有識者検討委員会で、水温が低い地域で運航する船舶の救命設備の強化案を示し、了承を得る見通し。強化案には、船から安全に乗り込めるスライダーを備え、海上で寒さを防ぐことができるテント状の救命いかだの搭載義務付けを盛り込む。このほか、摂氏0度の海中でも一定時間は体温を保温できるイマーションスーツという救命スーツの導入も探る。沈没した観光船 KAZUWA が該当する小型船舶は、船舶安全法に基づく安全規則で救命いかだか水上に浮かべて しがみつく板状の救命浮き具、救命浮きの設備が必要とされる。救命いかだよりも導入コストが安い、救命浮きを備えるケースが多い。カズワンも救命浮きを備えていたとされるが、事故当時の海水温は人が浸かれば短時間で意識を失うとされる摂氏2から3度ほどだった。救命浮きや、
救命胴衣を使って海中で救助を待つのは危険な状況だった。同省は今後、寒冷地の小型船では水に濡れない救命いかだなどを救命設備の軸とし、海中でしか救助を待てない救命浮器のみを搭載するのはのも望ましくないとする。義務化にあたって課題となるのはコスト。国交省によると、季節限定の観光船などの事業者は2021年時点で全国に約560、中小企業者も多く、導入費の増加が負担になる可能性がある。製品開発も急務だ。救命いかだに乗り移る際、海中に落ちるリスクがあるが、スライダーがついている製品は大型船舶用しか、ないという。同省幹部は小型船に乗せやすい専用品の開発をメーカーなどと検討していると明らかにした。同省は今後、救命、器具や通信設備などが整っているかどうか確認する船舶検査も見直す。はい。まあね。これ、まあ、必ずしもね、裕福じゃない会社もあるわけですから、それは経費がかかるということですけども、これ、しょうがないですよね、これはね。もちろんね、安く、提供をした方が喜ばれますけれども、でも、いざとなったとき、乗客皆さん死にますけど、それでいいですかって話になったら、いやいや、死にたくはないっていうね。だから、お客様に対する、もう最低限必要なサービスは、安全に帰ってくるということですからね。ね、いくらですね、感動しましたとかなんとか言っても、これ、命の危険にさらされていく航海なんてありえないので。ですから、まあ、最低限必要なサービス、何がなくともなくてはいけないもの、これは安全性ですからね。それはですね、お客さんの側も、いざという時にね、全員死にますじゃ、これ、話にならないですから、いざ何かがあっても全員生きて帰ってこられるようなんですね。まあ、そういう道具をしっかりと持っているというね、こういうことが必要ですし、必要ならば、国が融資すればいいですし、ちゃんと寒冷地はですね、救命いかだを備えるというですね。まあ、もちろんスライダーでスーッといければいいんですけども、たとえね、製品開発が遅れたとしても、ボタン一つでバーッと開くようにして、みんなでそこにね、這い上がれるようにしておけばですね、まだ、一旦海に落ちて、まあ、濡れるけれどもね、すぐういい、あの、救命いかだがふわっと膨らんでね、みんなでそこに入れる。で、人数みんなそれ何台かあってですね、5人とか4人とか、ずつでも入れるようにしておけばですね、だいぶ違いますからね。で、この KAZUN の場合は、救命胴衣、救命、浮器、こう掴まれるやつでもですね、ね、結局、みんなが乗っかれるわけではないので、水中にいて掴まれますっていうだけですからね。で、やっぱり15分以内にほとんどの人が意識を失ったと考えられるわけですから、ですから、救命いかだはもう絶対必要というふうに思いますよね。はい。なので、本当にですね、利用者の安全、命、に向き合って、こう制度設計をしていただきたいと思います。何のためのね、監督官庁なんでしょうかね。誰も気づかなかったんでしょうかね。